ょっとじゃあ外だけだかな。あ、それかあれか、外に出したやつか。あの生ゴミじゃないうんちの方の袋を外に出してたじゃん。あー水が、うん、それそれ、ジェン君、全然避けもせずどっかにぶつかるね君。うん、切らないでだよ。白い玉玉が見えたぞ。
ちょっと落ち着いてきた。はい、ラブくんがアンドちゃんのケージ2階に侵入しました。そして暴れています。遊んでます。お水もちょっと飲みました。また飲みます。あ、今日です。そこからしようかね。特にアンズちゃんに興味があってじゃなさそうでした。そうみたいです。ちょっとおもちゃに興味がありました。アンズちゃんは何っていう顔になっています。なんだ。